佐藤誠は山形県天道市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。2001年から2002年の登録名は誠。北海道千歳市の小学生時代に学童軟式野球を始める。駒田岩見沢高等学校では1992年1993年の2度選抜に出場。1993年はチームをベスト4に導き。 その年のドラフト5位で読売ジャイアンツに入団した。背番号は69。1997年に一軍初登板を果たしたがこの年を含め2000年までわずか5試合しか出番を得られなかった。だが、この時期に覚えたシュートが後に活躍のきっかけとなる。2000年は2試合の登板に終わり、オフに無償トレードで福岡大英ホークスに移籍。 登録名は、誠。背番号は63。2001年は8試合の登板に終わった。2002年も登板7試合に終わったが、防御率は1点台を記録した。オフシーズンに登録名を本名に戻す。2003年は、巨人時代に覚えたシュートを駆使し、篠原高行、岡本活動に続く、右のセットアッパーとして31試合に登板。 防御率2.98を記録し3年ぶりのリーグ優勝に貢献した。日本シリーズにも出場しに3回を無得点に抑える。活躍で4年ぶりの日本一に貢献した。以降ホークス中継投手陣の一角に定着。2004年は自己最多の40試合に登板。安定間抜群とまではいかなかったが、チームの勝率1位に貢献した。 2005年は安定感を書きに軍工格を味わい27試合の登板に終わった。2006年前半は神、内安氏、荒垣なぎさら先発陣がアクシデントで途中降板した際、試合の収集をやってのけ、ミスタースクランブル、スクランブルの男と取り上げられる。6月7日の巨人との交流戦、先発投手信内が、 乱調のため一回表14球3失点で1、アウトも取らぬまま降板となり、佐藤が緊急投板。4イニングを投げ、無失点に抑え勝利投手となり、プロ野球人生初のお立ち台に上がった。ヒーローインタビューでは、最近はこういうことが多いので、緊張もせずに普通に投げられましたと語った。しかし、右肘痛のため夏場に離脱してしまいそのままシーズンを終えた。 17試合で3勝無敗で、防御率は2点台を記録した。2007年は、開幕2軍ではあったが、藤岡義明らの不調もあり、4月中旬1軍に上がると、抜群の制球力とシュートを武器に一時は、リリーフエースとなっていた。連投による疲労からか徐々に調子を崩し、5月まで1点を下回る投球を見せたが徐々に打ち込まれ、 防御率が悪化してしまい8月11日の対、オリックス戦で2失点を喫し2軍落ちとなった。最終成績は27試合に登板して9、ホールドをマークしたが、防御率は4点台と不本意だった。2008年も不調で22試合の登板に止まり、防御率5点台と役割を果たせなかった。2009年は25試合に登板したが、防御率6点台と前年よりも不調に陥った。 2010年は前年対等した、設津ブライアン・ファルケンボーグラの強力な担ぎ陣に加えこう、藤圭介や金沢武との対等もあり一、軍刀番なしに終わった。10月1日に戦力外通告を受けて現役を引退。2011年から古巣の巨人で打撃投手となり、2015年からは打撃投手兼監督付けマネージャーとなる。 2019年限りで対談。ありがとうございます。